第8章「規定内形の増血理論」と「千島学説の増血理論」の驚くべき一致驚くべきことに千島学説の超増血理論は東洋医学の古典である規定内形の増血理論と全く一致しています千島学説が一部の東洋医学関係者に支持される理由はここにあります規定異形は 漢のの時代代に成立した東洋医学の代表的古典で、今でも東洋医学というと規定内経過漢方薬の古典である召喚論から入るのが普通です。量子力学と東洋哲学の一致と同じで現代の医学生物学もようやく東洋医学の神秘の扉を開けつつあると言えます。具体的に規定内経の増結に関する文章を示します。 規定内系レイクルル永遠性改変中焦げまた波中入れかみ焦げこれあと死所受記者悲惨白不血液下気整備上中を排脈大火事め地中焦げの気も上焦げの場合と同様に胃の中から起こりますただし中焦げの気が出るのは上焦げの気が出た後からであります 胃に取り入れた飲食物は必ずカスを分離し水とともに熟成され消化吸収の過程を経て整備すなわち栄養素となり肺脈の上に注がれ変化して血となり人体をめぐって栄養し生命を維持するのです。規定内経レイクルル血気編中古下樹期、閉じる変化時硬化全一飲食物が胃に入って そこで消化された栄養素の汁は、中焦げの木の力により赤く変化します。これを血と言います。規定内計レイクルル、横島、脚変栄記者、引き継ぎ中レオ脈、これを脈買いため、地飲食物の栄養分である。栄気は栄養分のせいである。津駅となって脈の中に入り変化して血となります。 以上の3つの規定内形の文章の要点をまとめると血液は中焦げの気の力で飲食物の栄養分から作られると述べているわけですでは中焦げとは具体的にどこを指すのでしょう東洋医学では五臓六腑の他に三焦げという概念があります三焦げは上焦げ中焦げ下焦げに分けられています三げについては 規定内肩とそれに次いで古い中国医学の古典の南経に次のように記載されています規定内肩ストイ霊蘭非天論編三焦げ物結徳結徳の間水道田園三焦とは結徳の間と言われ水利流通を扱うところであります南経第31三十一難三焦物水国これ道路 こところ終始やサンゴゲは水分や穀物の通り道であり木が生成されたり消えたりするところであります中古げ物在位中風へふした縮さつくづく水穀く気おさむ在位等しそば中古げは胃の中に存在しています上でも下でもありません主に水や穀物を熟成させる作用があり その治療点はホゾにあります。苗つ中焦げ変化水国これみ生地異クラロクフ。名先生が中焦げについて言われるには中焦げとは水分や穀物の内容を変化させ血液を作り出すところですこの作用で五臓六布を栄養しているのです南京では三焦げは水国の通り道とされています 水分と穀物が同時に通る場所とは人体では消化管以外に考えられませんさらに中焦げは胃の中にあると書かれていますこの記載からは中焦げとは胃付近の消化管である結論できます結局は消化管が造血臓器であると東洋医学の古典では結論しているのですしかし多くの現代の東洋医学解説書では サンゴゲとは定説がなくはっきりした臓器ではなくある機能を表しているだけであるとか内分泌腺ホルモンを作る臓器であるとかいう解説が主流になっていますこれは完全に西洋医学流の骨髄造血説という既成概念に読された考え方でこれほど明確にサンゴゲは水分や穀物の通り道であると規定内形や軟形に書いてあるのに 一体何を読んでいいるのかと言いたくなります。現代人より古代人の方が直感力ではよほど優れた能力があったのではないでしょうかでは現代医学が造血臓器であると結論つけている骨髄については東洋医学ではどのように見ているのでしょうか「規定内ケースとい異論編」「遊女投稿老犬」「放大熱時勝ち」「勝ち速陽気な息。 内気すなわち熱者をじん、神社水造や、今水深ちび、即骨子地髄巨、小足不に生初ため骨山どころ。長い距離を歩いて疲労し、おまけに火に照らされて喉が渇きますと、熱が体内に入り込んで、じに宿ります。じは、水の相なので、普通は熱を消しますが、熱が強すぎると、負けてしまいます。 こうなると骨髄が障害されて骨が枯れてしまいます骨が枯れてしまうと足がガクガクして立っていられなくなりますこれを骨山どころと言いますこの文章からは骨髄は骨を栄養していると解説してあるだけでとても造血作用があるなどとは読み取ることはできません私は直感的にも理論的にも 骨髄が骨を栄養し維持する以外の機能があるとは考えられず現代医学が大きな誤謬を犯しているとしか思えません東洋医学では五臓六腑という概念があります五臓とは肝臓心臓脾臓肺臓、腎臓で六腑とは胆の小腸三焦げ一体腸膀胱ですがこの五臓と六腑について 次のような興味ある相関関係があります。規定内ケースとい、結機形志変。足対応与え小影ため表裏。消費与え欠影ため表裏。四名与え退院ため表裏。これため足引用や。手対応与え小影ため表裏。消費与え紳士ため表裏。四名与え退院ため表裏。これためてこれ引用や。 足太陽膀胱形は足小陰下陣系と表裏の関係にある足昇悲胆形は足血陰関係と表裏の関係にある足陽名胃形は足太陰比系と表裏の関係にある以上が足の経脈の引用の表裏関係である手太陽小腸系は手小陰心境と表裏の関係にある手昇葉像焦げ系は 手影心主心包みと表裏の関係にある手陽明大長径は手太陰肺系と表裏の関係にある,にある以上が手の経脈の陰陽の表裏関係であるこの文章はソウトフの関係について述べていますすなわちそれぞれのソウトフは十二経脈経脈とは経絡経絡の一つで経絡とは 東洋医学で気の流れる経路を示しますで結ばれており膀胱と腎臓胆のと肝臓糸臓、小腸と心臓三五下と心包み心主大腸と肺はちょうど表と裏のような密接な関係にあるとされています。ここで膀胱と腎臓胆のと肝臓の関係は西洋医学的にも密接な関係にあることは証明されています。 腎臓で作られた尿が膀胱にたまり排泄されますし肝臓で作られた胆汁が胆のに一時的にためられて腸に排泄されるからですしかし糸膝小腸と心臓産後下と心包み心主大腸と肺の関係は西洋医学的な解剖学や生理学からはうまく説明ができません 千島学説の消化管造血説の立場から見れば小腸と心臓三五毛と心包み心主の関係は小腸と三五毛で造血し心臓と心包みで体中に血液を送るから非常に密接な関係があると結論できます。心包みとは心主とも言われ規定内形の元とといでは紳士の間と記載され 心臓の外側を護衛する役目を果たしておりその機能や病変はすべて心臓に一致するとされています西洋医学的には心臓の心膜や冠状動脈など心臓を包んでいる膜や血管に相当すると考えられます千島学説では小腸は造血器であると主張しています一方 東洋医学の古典である規定内へでは三こげが造血器であると記載してあります。これは偶然の一致ではなく三こげとは消化管の周りの腸管膜や血管などを指していると考えられます。十二頸脈の走行を東洋医学の体表図で見ると手太陽小腸系と手小陽臓焦げへそれに手少影心境と手血影心包み頸は。 それぞれぞ非常に近いい場所を走行していますこの点からもその機能も類似していると想像されますとにかく血液は小腸で作られ心臓の力学的運動で全身に送られるという事実を東洋医学はすでにずっと昔に知っていたということになります千島学説は科学的研究から消化管造血説を唱えており 突き詰めれば、現代科学でも東洋医学と同じ結論に達することを証明した偉大な学説といえます。私は、この点について東洋医学を志している人たちに知ってもらおうと、規定内系と千島学説の造血理論が同じ消化管造血説を唱えていることについて述べた論文を、日本東洋医学会雑志に投稿しました。 東洋医学に興味がある人たちなら必ず理解してもらえるはずであると確信していましたところが日本東洋医学会はこの論文の掲載を拒否してきました要するに現代西洋医学の正統派からの反発が怖いというのです東洋医学を志す人たちはもう少し気骨があると思っていたのに全く期待外れでした こんな情けない状態では日本の東洋医学は永久に一亜流医学で終わってしまうでしょう頑固な現代医学の正統派は千島学説を認めようとはしませんがこのような状態ではがんの研究においても無意味な研究論文の紙くずの山ができるだけで貴重な資源の無駄遣いを繰り返すことになりますこのようなわけで現代日本の東洋医学者たちが がん治療に対して有用な貢献をするとというよううよに、にことは期待できそうにもありません。しかし期待外れのことばかりではありません最近既成の発がん理論やがん治療に勇敢にも批判の矢を浴びせる快挙が2つあり現代医学が根本から揺らぎ始めていますこれは現代医学のがん治療の不甲斐なさに多くの人が気づき始め 不審の念を持ち始めたからだと思います一つは乳がん手術を縮小手術に導いた米国のフィッシャーのニューバイオロジー説です。もう一つは慶応大学病院の放射線科医である近藤誠氏の唱えたガンんドキロ論です。